どうも、僕です。今回はスイフトスポーツ ZC33S のスパークプラグ交換時の注意点なんですけど、まあプラグってスパークプラグのメーカーって NGK かデンソーなんですけど、まあ僕はほとんど NGK しか使わないです。それで NGK でいうとスイフトスポーツに適合するプラグって実は3つしかないんですよね。1つは純正品、そしてイリジウムの RX プラグ、もしくはレーシングプラグ、この3つしかないんですよね。通常のイリジウムシリーズ、イリシリーズとかなくって、でまあなんでないかよくわかんないんですけど、まあレーシングプラグ良さそうだなと思って、レーシングプラグをチョイスして、プラグを、ね、純正からそのレーシングプラグに交換して、そのままパワーチェックしたんですよ。まあパワーチェックはね、いつも斉藤さんのところでお願いしてるんで、ウエストオートの斉藤さんのところで、その比較してみたんですけど、これがねびっくりする結果になってます。どうぞご覧ください。実はこれね、純正の形状とはちょっと違うんですよ。つくんですか、それを。つきます。ね、ネジの長さ、リーチ、うんうん、その辺全部同じなんですけど、うんうん、ちょっとこの先端の形状が違うんですよね。だからノーマルと同じかって言ったら、実際ちょっとね圧縮が落ちるような形、ちょっと形状が純正より短いんで、えちょっと見せて、出してみましょうか。長いですね、なんか。はい、こちらです。わかります？ちょっとレーシングな形してます、ね、この先っぽが出てない。純正もっとこう突き出してるんですね、ピョーンと、はいはいはい、突き出してるんですけど、うんうん、ちょっとこのね、この先端部分、これが内側にへっこんでるんで、厳密に言うと計算しないと分かんないんですけど、圧縮比っていうのが落ちちゃうんですよ、これをつけると。だから多分ね、予想されるのがこれをつけると馬力は落ちます。そんなおかしいですよね。圧縮が下がれば当然爆発した時のパンチが落ちるから、もう物理的に考えて馬力が絶対落ちると思います。そんな馬力が落ちるプラグつけたくないですよね。でもサーキットとか高温、長時間無茶をして走る時っていうのはやっぱり純正プラグじゃ心配だって方なんかは、だからもう走ることを前提と考えれば、サーキット走る時にやっぱりレーシングプラグで、何かのね、万が一の時のそういうエンジンブロー防止にはやっぱり高熱感のレーシングプラグ。でもそれ馬力下がるのちょっとおかしいんですけど、まあ本当に下がるから、まあ、ちょっとやってみましょう。試しに、まあ、論より証拠でつけてみましょう。やってみましょう。
今やったのが水色です。水色のラインで、はい、ちょっと分かりにくいんで、この緑、はい、でレギュラーちょっと隠しますね。あ、はい、はい、127馬力。そうです。さっき 133.5 馬力だったのが 133.5 馬力でしたね。5馬力近く、うんうん、6馬力か。6馬力違いますね。違います。予想通りですね。この1400で6馬力って言ったら相当落ちてますよ。なんか多分踏んだ時の多分ピックアップ、うん、レスポンスは間違いなく落ちると思います。これ体感できちゃう遅さですよね。だってブーストはどうなんですか。ブーストは やっぱかかりませんね。ブーストがかかってないんですね。ブーストがこれが 1.08 ピークにしてだんだん落ちてったのが、うん、1キロ、うん、いくつなんだ。それよりはかからないずに。そうです。落ち幅がすごいですね。すごいですね。ブーストはかかんない。だから、はあはあ、ブーストがかかんないから、まあ、結局、うんうん、パワーダウン。パワーダウンもしてるんですけど、多分プラグの形状も大いに、はい、ってことで6馬力ダウンしちゃったんですよね。まあまああの後ね、もちろん純正プラグに戻してね、まあ事なきを得たんですけど、基本的にはスイフトスポーツこの ZC33S でスパークプラグを交換する場合は純正品もしくは、NGK の RX プラグがいいんじゃないかと思います。まあ、レーシングプラグっていうチョイスもあるんですけどやっぱり馬力がノーマルブーストだと馬力が落ちちゃってパンチもなくなっちゃうんで、まあそうですね、ブーストアップする場合とかタービン交換する場合はあのレーシングプラグっていうのが生きてくるんじゃないかと思います。まあ実際まだ試してないんですけど、まあレーシングプラグだとブーストどれぐらい上げるんだろうね。1.3 とか 1.4 とか上げれるのかな。うん、まあそれぐらいになれば、パンチもねもちろん出ますしね、馬力も当然上がるとは思うんですけど、まあ基本的に、あの車ってまあノーマルブーストが一番バランスいいし、と僕は思うんですけど、まあそういう風に乗りたいよって人は純正もしくはあの純正と同じ形状の RX プラグじゃないかなと思います。てな感じで、スイフトスポーツでスパークプラグを変える時の注意点、はい、まあこんな感じの結果になりました。はい、このタヌグツチャンネルではねこういった、まああんまり誰もやってないような実験とか、まあいろんなゲストを迎えてゲストと遊んでみたりとか、まあ車でねこういうふうに楽しく遊ぶといいんじゃないかっていう提案をね、僕の経験と知識をもとに、皆様にね、そういうことをお伝えしていきたいっていうそういうチャンネルでございますので、ぜひチャンネル登録してまた次の動画をお楽しみにお待ちください。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。レギュラーを入れていたらどうなる。僕のスイフトスポーツを実際に使ってやってみました。どうぞご覧ください。